はい、吉宗です。今日はね、前回っていうか、前にあげたね、春かな、あれ。電動自転車ね。ワンシーズンね、乗ってみてどうかっていうことなんですけど、まず機種っていうのかな。ヤマハのパスシティ SP5 かな。っていう、商品です。僕が買ったのは。で、この商品の特徴としては、見た目はママチャリ。で、前かごがあって、後ろはなくて、で、内装式の変速機。普通自転車って、後ろの外側にこう、ギア、大きいのからちっちゃいの、こう何層かになって、そこでギアチェンジするような感じなんだけど、内装っていうのはこの、なんて言うんだろう。タイヤがあってね。こうスポークって銀色のやつがこうあるでしょ？それの間に、これぐらいのね、丸い筒があるんですよ。その中に変速機が入ってる。で、5段階の切り替えができるという商品です。で、これをね、1シーズン乗ってみて、どうだったかっていうことね。来年ね、今の時期、ああ、そっか、でも北海道だともう雪積もっちゃってるから 自転車乗れないからね。前の、来年ね、買おうとしてる人の参考になればと思って、動画あげようと思いました。で、まず、バッテリーの持ち。バッテリーがね、14点何ミリアワーだかなんだか、結構大きめのバッテリーがついてるんですよね。で、僕が、ずっと使い方としては、電動のアシスト力っていうのは、なんつったかな？スマートアシストってかな？自動で切り替えてくれる。センサーがついてるんですよね。スピードセンサー。それから、ペダルの漕ぎ出しの力に応じたトルクセンサーっていうものもついてるし、もう一つなんかセンサーついてたんだよな。で、僕の使い方としては、1速から4速？内装5段か。内装5段だね。1速から5速まであるんだけど、5速が一番重たいギアになるんだけど、僕の場合5速固定です。でも、5速固定でも、電源入れなかったらすっごい重いですよ。5速で走り始めようと思ったら。だけど、電源を入れた状態で、漕ぎ始めると、まずトルクセンサーが働くんで、後ろからこうグッと押されるような感じで、5速発進でも全然問題ないです。なんで僕はほぼっていうか、もう5速固定だね。変速機はもう触らないっていうか、5速より落とす理由がないっていうかね。あと、それからね、スピードだね。スピードがね、だいたい平らな道走って普通に漕いでると、だいたい15、6キロ。これ下りになれば20超えるしね。上りになればもうちょっと11とか12とか遅くなるけど、だいたい平坦な道走ってるときは15、6キロ。で、だいたい人が歩くスピードが4キロって言われてるね。で、ランニングしてる人がだいたい8キロ、9キロって言ったとこかな。だから、人が走ってるよりは速いっていうことになるのかな。ということでね、そんなにスピードは出ないです、正直ね。だから、なんて言うんだろう、スピードをもっと出したい。快適に移動したい、長距離をね。っていうんであれば、やっぱり外装のね、内装じゃなくて、外装のな、あの7段とか、8段とかね。そういったものを選んだ方がいいと思います、僕は。逆に僕も、もうちょっと欲しいなって思う。ただ、で、前かごがあるんだけど、これはね、電動自転車に限らず、どの自転車もそうだと思うんだけど、あんまり荷物を重たいものを入れたらハンドル取られますからね。これ気をつけてください。
ということかな、自転車。あとね、充電頻度ね。まあ、僕の場合、まあ、ここから、そうだな、歩いたら、10分ぐらいのところに地下鉄の駅があるんだけど、まあ、そこの自転車置き場まで、自転車でね、行くとか、まあ、あと地下鉄一駅、先の病院に行くとか、っていうことぐらいしか使ってないんだけど、そんな長距離は乗らないんだけど、今年ね、充電したのが3回かな。うん。だから、電池持ちはすごいいいです。そんなになくならない。スマートアシストモードに しておけば。これをずっとパワーモードにしておくとかね。にすると、やっぱり、電池の減りはもっと早いと思う。そのスマートアシストモードにすれば、その走行してる状況によってパワーをこう変えるからね。エコにしたり、パワーにしたり。やっぱり漕ぎ始めは、まあ、ぐっとペダル踏むからトルクセンサーが働いて、まあ、パワーモードになるし、でも逆に平坦な道をずっと走っていれば、そんなにアシスト効かせなくてもいいから、まあ、エコモードになるしっていう感じなんだね。うん。だから、1年乗って僕充電3回ぐらいしかしてないですね。うん。っていうか、まあ、毎日乗るわけじゃないからね、僕の場合ね。うん。まあ、買い物とかね。うん。買い物とか病院とか地下鉄までとかね、うん、そんな感じで使ってて、そんな感じですね、うん、これが毎日ね、もっと長い距離を乗るっていう人はやっぱり充電頻度っていうのは高くなると思うけど、まあ、充電時間もそんなに長くないしね、2時間もあれば満充電になるんじゃないかな、うん、あとね、やっぱね、そのバッテリーの盗難が非常に多いっていうから、なんちゅうのかな、チェーンって言ったらいいのかな、バッテリーと自転車をくっつける、あれはね、絶対にした方がいいと思いますね。安心すると思う、うん、だって地下鉄のね、自転車置き場なんかだと、もう何十台って止まってるからさ、だからそこでね、盗まれるっていう可能性もあるしね、どっかそこに置いてるってことは、地下鉄に乗ってどっか出かけてるっていうことだからさ、だからそれもあるし、やっぱりバッテリーってね、単体で買うとすごい高いんですよ。なんぼするったかな、4万ぐらいするんじゃなかったかな、バッテリー1個。だから、メルカリになんか結構いっぱい出てるっていうんだけど、あれはもうほぼ盗難品らしいですね。バッテリーのロック、本体とくっつけるロックは、しといた方がいいと思いますね。あとはね、サドルが盗まれる。お尻、座るとこね。あれが盗まれるっていうことも結構あるらしいですね。そうだな。で、まあこれヤマハだけなのか分かんないんだけど、まあ後ろのタイヤのとこにね、こうスッとスライドする、こう輪っかになってる、なんちゅうの？ロック？タイヤロックっていうの？がついてんだけど、それの他にね、どれぐらいかな？30センチ。ちょっと30-40センチのワイヤーのね、ロックが1個ついてくるんですよ。うん、自転車ね。それはね、簡単に切れるようなもんじゃなくて、結構ごっついもんです。うん。で、それはね、その後ろのね、タイヤのところをロックする、まあ、自転車の鍵あるよね。それと、そのワイヤー、ついてくるワイヤーのロック、の鍵は同じなんですよ、うん、だから一つの鍵で後ろのタイヤのロック解除と、あとバッテリーの取り外しと、そのついてくるワイヤーの、ロック錠ね、まあ、それの鍵、こう3つ同じ鍵でできるっていうこと。だからそのいっぱい持って歩かなくていいということですね、うん、これは便利だなと思いますね、僕はね、うん、使いやすい、うん、ということでね、まあね、来年ね、電動自転車、買おうと思ってる人、うん、参考になればなと思って。で、僕がね、この自転車を買おうと思った時に、この僕が買おうとしてる、パスシティ SP5 っていうやつのね、データが全然なかったんですよね。で、まあ、イオンかな、イオンバイク
ってあるんだけど、そこに行った時にたまたま壁にボンと飾ってあってね、まあ、そこでちょっと試乗させてもらって、まあ、他にもいろいろね、あの朝日サイクルとか、まあ、どこも行ってみて、いろいろ乗ってみて、まあ、最終的にあれにしたんだけどね、うん、ただ今、まあ、こういう時期でその自転車も作れないとか言ってるらしいから、どうなんだろうね。で、値段もおそらく上がってると思うんだよな。僕が買った時はね、13万はしなかったと思う、うん、あの保険とかそういうのも全部つけてね、うん、なんかメンテ3年間メンテナンス、あの向こうでやりますとかっていうようなものもつけて13万しなかったと思うな、確か、うん、ということでね、僕が買ったヤマハパスシティ5の一シーズン乗ってみたっていう感じですね、うん、で一応ね、この間道交法が改正になって、道路交通法ね、自転車に乗る人はあのヘルメットね、うん、あれが努力義務っていうふうになりました。まあ、努力義務ってどういうことかっていうと、強制ではないけど、つけてくださいと、ヘルメットしてくださいっていうことですね。うん、だから、まあ、ゆくゆくはね、自転車に乗るときはもうヘルメットしろっていうふうになってくるのかなっていうふうには思いますけど、まあ、今のところは努力義務、できればつけてくださいねっていうことですね。うん、ということでね、今日はね、ヤマハパスシティ SP5、一シーズンね、乗ってみた。で、どんな感じだったかっていう動画でございました。はい。それではね、また次回の動画でお会いしましょう。ごきげんよう。